北日本や北陸では大雪や吹雪に警戒が必要です。いただいているリポートから見ていきましょう。岩手県花巻市の方からです。6時頃は落ち着いていましたが、アプリからアラームが来た途端一気に雪が降り始めましたということでいただいています。落ち着くタイミングもあったようなのですが、現在しっかりと降っているということでいただきました。内藤さん、かなりの降り方になってますね。そうですね、はい、寒気のピークは、今日の日中から今夜の初めとなりそうです。はい、低気圧の方も現在北海道の西の海上から南東進しています。これらの通過接近に伴い雪の降り方さらに強まってきそうです。はい、まず気圧配置見ていきたいと思います。午前3時の実況です。発達した低気圧が北海道の西の海上にあります。そしてまた別の低気圧が北海道の南東海上でさらに発達中という状況。日本付近は西から強い寒気を伴う高気圧の張り出しによって西高東低の冬型の気圧配置が強まっています。はい、今日の日中この低気圧が北日本を南東に進み、冬型がさらに強まる予想となっています。等圧線の間隔も非常に混み合った状態ですね。現在の状況10分天気の実況報告で見てみますと、はい、ご覧のように日本海側を中心に、雪雲がかかって吹雪やドカドカという強い雪、激しい雪の報告をいただいているような状況です。山陰エリア、近畿北部などでも雨から雪に変わって、内陸で積雪が増加し始めているという状況になっています。はい、この方面の今後の降水の移り変わりなんですけれども、北海道の西の海上、低気圧の渦を巻く雪雲の塊、そして、北陸に向かって流れ込む収束帯の雪雲の状況、この辺りに注目をして追っていきますと、全体としてゆっくり南東方向に動いていきます。さらに上空の寒気強まるということで、今夜の初めにかけては雪の降り方、さらに増していきそうです。北海道では現在札幌方面南西の風が入ってあまり降っていませんけれども、今日の午後夕方以降は札幌方面などでも降りやすくなる見通しです。はい、今日の深夜にかけて、そして北陸や北日本の日本海側、そしてオホーツク海側では明日にかけても雪の量が増加する予想となっています。はい、今後予想される積雪の増加量なんですけれども、明日朝9時までのところで見てみますと、北海道ではオホーツク海側や日本海側を中心に多いところ30センチから40センチの積雪増加が見込まれています。東北から北陸、関東甲信の山沿いでは多いところ50センチから70センチの積雪増加、東海地方の北部山沿いの方でも雪の量の増加がかなりありそうですね。はい、この方面でも30-40センチ増加するという状況。近畿北部や山陰の山沿いでも10センチから20センチぐらいの積雪増加するところもありそうです。はい、あとは雪だけではなくて風も強まりますよね。そうですね、はい、現状でも風強まっております。はい、はい、現在の風の状況アメダスで見てみますと、7時の状態ですけれども、沿岸部を中心にして、緑色10メートルから15メートル平均、オレンジ色のところは15メートルから20メートルの平均風速が出ています。この後もですね、風の強い状況を継続するということで、同じような場所で、さらに風が強まります。特に今日の日中はさらに風が強まって、瞬間的には、30メートルから35メートル、場合によっては35メートルを超えるような最大瞬間風速が北日本や北陸などを中心に出る可能性があります。はい、暴風雪にも十分な警戒をしてください。はい、わかりました。この先の最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。